森林セラピー、うん、森林セラピー。色づいてない？あそこ涼しいね。24度ぐらいです。裏白い白い裏白。湖見えたね。入船山が。あ、キラキラしてる。中に入ってくるのかな、うん、中に入ってくるね。この、私たちがリートルトコースはフィーロードで、上に周回ルートがあるの。もう1キロ、もう終わっちゃうね。うん。あ、ほんと、いよいよダムが見える。
もうダメだね。この先は荒れてるって聞いたけど、荒れてなかったね、全然大丈夫だった。愛鳥林エリア、くるっと回ってご飯、こう行ったらあの道に出れる、少し行ってみよう。あれが心霊スポット？心霊スポットよ。怖い怖い。上まで上がってしまうんかな、ここから。生々だ。しんどい。してないよ。うん、多分。うん、そうやね。この細い道から入ってくるね。前半は涼しかった。入り口はさ、24度くらいだったよね。ほとんど横ばいで歩いて、最後ちょっと下る。もうすぐや。うん。じゃあ戻ってみようか。うん。
と秋が深まってきたら気持ちいいね。ちょっと今日はまだ暑い。びっくりした。一個の段じゃなくて、こっち側とこっち側とあるんだ。カクってなったんだ。びっくりした。緑色のがパーってここにボーって刺す。あ、手袋にもいっぱいついた。大チカチカする。なんで静か御前と弁慶推しなん、ここ。あ、静か御前のお墓がね。ああ、あったね、うん、そういうことか。足湯、営業中。ご飯食べる、ここで。やめとこう。できたっぷり。このぐらいにして。